いから帰ってくれましたよ。近くなった。前が遠すぎただけなんだけど。弁当いただきました。たらー、家事場まだ ご飯を食べていなかったのでいただきたいと思います。お、塩だ。ベジタブルの塩かけていただきます。うん、大根のっけ。大根冷蔵庫開けっぱなしにしちゃった。ちょっとねえ、ちょっと黄色くなっちゃったんだけど、これ大丈夫？ギリセだよねみんな。え、いける？これなんか元気ない。ちょっとえ、でもいけるよね。ちょっとみんなどう思う？ちょっと乾燥しちゃってるだけかな。いける？いける。うまっ。全然大丈夫だった。うん、ごめん、コンタクト取っていい？しない方がいいね。いただきます。いや、ラップしたんだけどな。まあでもこれ吸っちゃったからだろう。多分お腹痛くなったらごめん。カーニバル生放送見てくれた方も、来てくださった方も本当にありがとうございました。うん、ほしゃぎーさん、どうだったんだろう。あ、お腹空いてたから美味しい。私まだ映像見てないから分かんないんだよね。おさじんさん、ありがとう。家事から大根あります。ありがとう。ナマステ。日が変わる前に寝ること、確かにね。サイファーさんに大根あげます。青い人の歌うまいだって。本当に？あまり言われたことないんだけど、信じてない信じてない、ちゃんと信じましょう。ありがとう、嬉しい。どんなコメントがあったのかね、全然わかんないの。うん、ちょっとでも
あった目に留まってたらいいな。鼻ケース映ってたのかな。うん。待って。翔くん。翔くんにこの大根をあげます。受け取ってください。あと4枚しかないからね、大根。カジのチャイマックス映ってた？え、どんなだったのかわかんない。チャイマックス記憶ないもん。こんな感じだったんだろう。これ体調が悪いなら明日で、ぜひぜひ明日また話すね。体調が一番よ。よく寝てね。早く寝てくれて。5億年ぶりだって。チャイマックス首取れそうだったって。もう帰ってきたの早って。早いのかな。やった。そっか、いつもめっちゃ遅いからね。確かに1時ぐらいのイメージだよね。でも私割と帰ってきてゆっくりしましたよ。パーパリン、なんて日本武道館でもラスト上手の女王でしたねって。確かにすぎる。ハジシマポジション、あ、最後なんで指揮しちゃってたの。よく見てるじゃん。いや、なんか両手に棒を持ってたんですよ。こっちにペラライト、こっちにリコーダーを持ってたから、もう完全に指揮者やったんでね。嘘でしょ。だってお疲れ、ありがとうね。割と早く出たからかな。千葉県ですからね、一応。東京に住んでるわけじゃないんだ。だって千葉だったからかな。割と千葉じゃない、九段しちゃって。そんなことないか。みんなありがとう、本当に家事のために来てくれた方や今日見つけてくれた方もいるんだろう。間違えてズーム開いちゃった。ミス。そう、私指揮者賞取ったことあるんですよ。指揮者賞2回も取ったことあるんですよ、学校で。で、なんか卒業式に指揮者やりました。うん、花井講座来たかったんだけど、あのマイクの手渡しもできないし、片手でなかなか吹けなくて、今日はピッピピッピ吹いてましたけど、うん、しきじら。東京の東の端っこから俺さっき入ってきたばっかり。だいぶと千葉に、東京にあって、まあ、前に比べたらね、前が遠すぎたっていうのもあるよ。前に住んでた実家が2時間とか3時間とか上がるくらいのところに住んでたから。お、ハンバーグ出てきた、見て。これか。社長がハンバーグに驚いていました。それを思い出しました。
ほんと、うん、お風呂入れてるやつで入れてない、どうしよう。まあでも湯船姉ちゃんお風呂沸かしたりするのかな。いやでも沸かさないもんな。武道館お弁当全然違う。ちょっとお風呂見せたの。うん、ない。お風呂はさすがに入ってないや。もうちょっと寒い。辛そうだけど寒い。さすがに冷房をつけさせていただきましょう。明日はオールナイトで木曜ザナイトに出るので皆さんよろしくお願いします。これすっごい豪華なお弁当です。めっちゃ美味しい。アーリンさんとは1時間ぐらいかしか練習してないので、アーリンさんがものすごく多分覚えてきてくださったんだなって思います。嬉しい限りです。楽しかったな、楽しかったな。なんか泣きそうになった。うん、本当に泣きそうになってしまった。楽しすぎてなんか思いが溢れちゃって溢れちゃって、私絶対日本武道館でライブやりたいってなんか心から思った。うん、正直やっぱ日本武道館でやりたいって思っていたけど、デビューの時に掲げていた3年で武道館っていうのも叶わなくて、なんだろうな、日本武道館を目標にしているっていうのが遠すぎてなかなか言葉に出すタイミングが少なくなってきてたんですよ。その前にここ行きたいここ行きたいっていう点と点をつないで日本武道館に行きたいっていう気持ちはもちろんあるからっていうのもあるんだけど、なんだろうな、すごい大人に22歳でしょ私、大人になるになればなるほど夢って現実を帯びてくるんですよだからすごく不安になってしまうことがあって、なかなか口にも出せなくて、でも今日だっていややっぱ立ちたいってすごい思いました。うん、ありがとうございます。だって口の中に言ったまま言うことじゃないんだけど、ありがとうございます。うん、二の足で最上段が入るって嬉しいあれはメンバーが構成を考えてくれてるんで本当に嬉しい限りです。あ、配信見たいって感じね。嬉しい限りですって。本当に私も嬉しい限りだ。うん。必ず日本武道館に戻ってきたい。頃から思った日でした。なんかこれを絶対に無駄にしたくないよね。アーリーさんはやっぱいろんなアイドルさんを武道館に立たせてあげたいっていう気持ちがあってっていう話をされていて、私たちなんかが呼んでくださってこれを、ああ楽しかったなんて、私そんな終わり方申し訳なさすぎてできないです。今日をきっかけにきっとアップが2期を知ってくれた方がいて、ちょっとでも好きになってくれた方がいてっていう方を絶対に話しちゃいけないと思う。だから本当にこれから、はい私はこれぐらい頑張りましたじゃなくて、これじゃダメなんですよ。もっと頑張らないといけないから、皆さんの力をお借りしちゃうと思うんですけど、
ありがとうございます、よろしくお願いします。待って、神フレさんのファンの方、好きになりましたって。本当に、じゃあちょっと待って、じゃあちょっと待って、なんかちょっとでももっと好きになってもらいたいから、これ見せます。あの神フレさんとお写真撮りましただからもっと無に来たことよかった。いや嬉しい出会いだ、奇跡なんだやっぱり。はぁ、アップが2期でハッピーを届けるから、よかったらこれからも応援してね優しい人は見てる人は見てくれてるんだな。うん、なんかみんな素敵だから、どうしたらみんな素敵だから、当たり前だけどみんな素敵だから好きになっていただけるなんて奇跡ですよ。そう、私が作曲させていただいた曲もねやったんですよ、武道館で。嬉しすぎた、こんなことあるんだって思った。うん、うん、すごい、いや、ショールームたくさん来る。あーちゃん推しさん、え、ありがとうございます、嬉しいです。こんな見に来てくださったんですか。いや、アーリンさんだと思ってピンクのネイルを家でやってから行きました。アーリンさんに頭が上がらないから、必ずアーリンさんがかけてくれたチャンスを無駄にせず、これからも頑張っていきたいです。うん、うん、ジェイ君がお花をくれました、ありがとう。ジェイ君、大根食べれるわ、うん、嬉しい。あ、どんなだったのか早く見たいな。ライブまだ見てないの。うん、大井さんが花束くださいました、ありがとうございます。アーリンさんと一緒に歌った曲が気に入りましたって。お、嬉しい、世界で一番可愛いアイドルだ、嬉しいです。すごい、とんでもない曲を、あの今回大森聖子さんに作っていただいたんですけど、この曲はとんでもない曲が来たと思って、その時は焦っているかな、ちょっと分かんないけど売ってるんです。はい、出るんです、よかったらゲットしてほしいな。ケータリングは残さないですよ、アップ側。もう必ず必ず残さないです。あ、足かゆい、うん、頑張ったな、食べても OK だよね。昨日もね、頑張ったもんね。明日はね、ZEP 東京のね、投資のリハーサルがあるの。それ頑張って、夜中だ、明日夜中、オールナイトで、生放送があるので、よろしくお願いします。大晦日の桃色歌合戦にもね、また出てほしいって。出たい、え、ちょっと推薦して。お願い。めっちゃアップが2期よかったってめっちゃツイートしててくれてまた見たいなみたいな、うん、そういうのって結構ね、上の方って見てるんですよね。そうそう、だからアップが2期めっちゃよかったなっていっぱい続いてくださいはい、
ハイパイデカミさんとのラジオ、あ、そうそう、昨日ラジオあったんでラジコで聞いてね。そう、それもね、すごい内容がね、面白かったと思うんですけど聞いてください。歌合戦武道館立てると思ってたら綾川にもらが先だった。どうだろう、桃色歌合戦また呼んでいただけるかな、どうかな、ちょっと分かんないけど頑張りたいですうん、そうだな、桃色歌合戦そうだな、出たいな、出たいなってすごい思っちゃう。運動会単独立ちたいな、なんか、私は諦めるつもりはないですし、結構年齢が上のメンバーだからいろいろなことを心配されることがあるんだけど、梶島は結構フォロワーピーターパンなんで立ちたいなって常に思ってます。で、2つために頑張ってるつもりです。そう、カジはかっこ悪いとこもあるし、一期生なんだけど、あまりメンバーを引っ張ってるかって言われたら、どちらかっていうとへなってることが多いから頼りないかもしれないけど、私がちょっとでもアプガニキンのためになってなるような人間になって武道館にたどり着けるように頑張りたいと思うでも本当に思う、どうかな、確かに今武道館に立ちたいって言えるほどの努力とかやっぱ足りてないのかなとも改めて思ったし、なんか一歩一歩って言うから目の前のことって思うけど、漠然としててもいいやないって、日本武道館立ちたいってもっと言ってもいいかなって勝手に思っちゃいました。ガンブさんファイトありがとうございます、いただきます。カジがもし武道館立たせていただけるのであれば、真ん中でレコーダーを吹きたいですね。武道館の真ん中、真ん中ですよ。夢は武道館の真ん中で花火コードを吹くんだ。フライングしたいね。確かに。夢は膨らみますが。夢を夢で終わらせないように頑張るって言ってコーラ飲みます。めっちゃ美味しいよコーラ、すごい。うん、メガネメガネメガネさんだ。うわ、大根がもうないからどうしよう。私さっきこの紙皿に大根入れてたんだけどさ、これが大根だと思っちゃって一緒に超えちゃってた。違った。ありがとう。チャイマックスは、実はチャイマックスは結構メンバー全員バタバタしてて、全員で合わせられたのがリハ、今日のリハーサル、あのステージのリハーサルが一発目だったりしました。だからなかなか練習はできなかったんだけど、うん、ドブレメってやろうっていう気持ちだけはあったよね、うん、個人個人が頑張って今日に挑んだ感じかな。ちなみに裏話していいですか、めっちゃ裏話なんだけど、チャイマックスリハーサルで武道館のステージでやったんだけど、カジがすごいありがたい歌割りのところを、ね、歌わせていただいてたわけですよ。したらね、すごい盛大に失敗してしまって、そう、本当にもう超失敗しちゃったの、リズムが取れなくて。でカジのところでめっちゃ詰まっちゃって、でもう半べそをかきながら、そう、何、あのあれだったんですよ。そのリハーサル終えて
でも本番しかないんですよ。もうステージ1回しか立ってないからリハーサル。でも本番で、え、私今失敗したやん。やばい、私で台無しにしてしまうってこうずっと思って言いました実は、うん、そうめっちゃやっばーみたいな。私でもう全部が崩れちゃって、今日のリハーサルで本当にやばい本当にやばいってこう正直お腹痛かったのこれめっちゃ裏話なんだけど、そうやっぱね、どうしてもこの日本武道館に初めて立つっていう、私もともとすごく緊張しいだったりとか、大きいステージか待ち構えてると何かしら人体にね影響が及ぶのよ、もう緊張でそれぐらい緊張しちゃってもあるんだけど、なんせ慣れてなくて一回も練習で間違えたことないことないところを思いっきりミスって終わったって思ったのそうね、すごい、まあ、リハーサルじゃないけどこう本番前すごい練習したりとかしたんだけど、もう気合だった、もう気合だったそう気合だったよ、なんとか乗り越えた、大丈夫だったかなとかまだ見てないから分かんないよねすごい楽しかったです、うん、でもやっぱ私はあんまりお歌が得意かって言われたら得意じゃなかったから、得意じゃないから不安がねあったのかなアイドルさんの交流はどうしたんですか、学校へオベルしたか、ね、舞台裏ずんめっちゃベロベロ喋りますよ私は楽屋はねもうばっくり分かれてて、やっぱコロナ禍というかこう今のこのご時世的にあまりねライブアイドルさんとねご一緒できることは裏ではなかったんですけど、最後に一緒にねマスクを押したまま集まりまして、写真撮影の時だけね外したけど、マスクをしたままではあったんですけど集まりまして、少しだけお話をさせていただくことができました。アーリンさんは、でもアーリンさんは割と結構お会いできたんだけど、そこで今日お話初めてお話できた方もいらっしゃったし、そうほんま完璧だったから全然気づかなかったって、嘘よかった、イエーイセーフで、私本当にグループの中で正直ダンスも歌も一番苦手なんですよ割とそうだから結構ね本番とかで失敗してしまうことが結構あって、ダメなんだけど本当に悔しいんだけどやってしまうんですよね。でいつも悔しくて悔しくて、もうここまで頑張ってきてるけど結構へぼったりするのがカジシマクオリティって呼ばれてるんですけど、まだまだ頑張らなきゃいけないんですよ本当に。そうアーカイブ準備中だからね、ちょっと楽しみだね、見たいね。説得力あるかな、どうかな、本当に頑張ったのね、お疲れ様でしたって、嬉しい、ありがとうございます、頑張ったよコマさん。トキセンさんと、そうトキセンさんはね私個人的にすごく好きで、まあ、ライブをねわざわざ客席まで見に行っちゃったんですけど、お話はねちょっとね最後にご挨拶だけさせていただくことができたんですが、なかなかねご一緒できなくて、ちょっとまた一緒になれたら愛しのアキちゃんと写真撮れるように頑張りますなんちゃって、そうしんいちくんハートありがとうございます、ね、告白はできなかった、いやしないですけど年末の桃の高さなれないかなって、いや出れたらいいな、また呼んでいただきたいよね、2年連続で呼ばれてたけど3年目どうかな、見ていただけるかな、そうね、どうかな、いや本当に楽しかった、一生忘れないと思う、この思いは何年経っても薄れないな、うん、幸せだった、やっぱ本当に全ての方に感謝を
これからも忘れずに頑張っていきたいなって思う本当に思う、うん、なんか本当に無駄にしたくないよね、こういうのアプガニキを選んでくださった方、今日応援してくださった方のためにも、いつか必ず恩返しをねしたいですよね。そうですね、まだまだやりたいことがいっぱいある。そのためにはね、これからもっと頑張っていかなきゃな。ライブ T シャツに名前印字、あ、これ見せてあげる、あげるよ、だってあげよう、今日着たやつでごめんね。後ろに名前がいっぱいあるんですけど、てってれー、ここに、よし、ほら、あや、カジシマって書いてあります。わー、すごい俺俺俺だよ、私です、俺たちのあやたんですよつなげます、みんなありがとう。今日ね、来れた方も来れなかった方も、ライブ見れた方も見れなかった方も、もう全部全員大好きアーリンと並んでる、いや嘘、え、マジじゃん、待って、そりゃそうか、あやだもんね、え、待って、じゃあアーリンと並んでるわ、見て、あやかじしま、あやか佐々木って書いてる、やばい、見てラブやった嬉しい、切り取、切り取ろう、アミちゃんとも並んでる、そう、めっちゃいい人感にじみ出てるし、めっちゃ綺麗だし、もっと人気出てもおかしくない。いや、そんなことないんすよ、どうしたんだろう意外とかじくって目をこすったらキュキュンってなっちゃいますよ私、え、嬉しい、え、ちょっとでも、どうなんだろういい人、私、あの日本の中で結構めんどくさい女だと思うんですよなんか好き嫌いがすごい多くて、なんか私めんどくさい女ランキングとかって1位なんじゃないかなってずっと思ってるんですけど、いやー嬉しい、でもありがとうございます、そんな、いや、そんなことないですよしてる人に名前入ってるし、本当に存在してることをとりあえず実感できましたいや嬉しいですね、そんな言っていただけたら、そんなことないですよって、いや、いつまで引きずんないってね、ちょっとごめんなさいねあまりそんな恥ずかしい、テヘペロぴょんぴょん、恥ずかしいですね、どうなんだろう、みんなにどう見えてんだろうね、自分って分かんないからさ、お腹鳴っちゃったし、めっちゃお腹鳴ったし無理お、カンムさん顔いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ややこしいのは自覚あるって、そうそう、間違いないよね、ややこしい人です、私はかわいいって言った人いた、いた、言ってた人いた、本当に私ハナリコーダーでさ検索をしたのよ、珍しくエゴサをしたのよ今日、したらいっぱいあったから全部いいねしといた花リコーダー検索して、上からみんな いいねしてった、今日も花リコーダーをさって検索してる人、あ、ツイートしてる人に全部いいねをしてる、花リコーダー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 だけ
って検索してるかさ、ハニコーダーの子だけ、ハニコーダーって言ったら今日私のことかなと思って全部いいんです。アプガニ青マジで私エゴサあんましないからさ怖い、私ビビリなんですよ、めちゃめちゃビビリで、なんかエゴサする勇気もないんですそうだからだって梶島やって言ったらさ、なんかさ変なこと書いちゃったんです。検索してみるか、アプガニ青っていうのも気になる。青ってうちか、そっか青、青だもんね、忘れてた。ちょっと読んでみる、青出てこないね、出てこないよいないじゃんアフガニショートって、あ、そうやって検索するの、エコサって。検索の仕方わかんないんだけど、お、あ、あ、アプガニのリコーダー持ってるショートの子可愛かった、お名前何って言っちゃいいね押しちゃおう、これ押していいのかな、わかんない、わかんない、押しちゃった。え、でも青、あ、ショートカットって、え、でもうちのつもり、うちじゃないかも、ちょっと待って、押しちゃったじゃん、どうすればいいの、押しちゃったじゃん、え、うちじゃないかもよこれ、いるもんなってショートカットと2人ぐらい、やばいじゃん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 、やばい、やばいじゃん。しかもなんかさ6時間前にツイートしてるやつ押しちゃったんだけど、え、無理だよ、どうしよう、やばいじゃんね、やっちゃったよね、でも、あ、でもうちかな、ほらこういうのがあるからさ、あれだよ、エゴサはさ怖いよ今いいか、押しちゃったもん私あんまりいいねとか押さないんですよ、うん、怖くて、なんかうちじゃないかなって思って押さないんだけど、ちょっと押してみました、梶島で検索してみました。え、お、いた、梶島あやちゃんの手足の長さいつもいいなって思う。お、私そう、とりあえず手が長いことだけ、そう、あの手だ、自分が一番一つだけ自分を褒めることができるんですよ、手が長い。あとなんか手、腕の長さと細さは自慢できるんですよ、腕だけね、腕だけなんかあの太さがね一定なのよ、なんかねちょっと気持ち悪いんだけど、なんか二の腕とかないの、そう、なんかそれだけ自分の長所かなって思ってます。うん、私このなんか二の腕ブルンブルンならないんですよなんかそれだけはそれだけはなんかあの自分が唯一自慢できることかな、あとは何もないんで。梶島さんのリコーダー、うわー、あー、いいね、2回も押しちゃった、やばい、この曲梶島さんが作曲したんだ、言ってくれてる人もいる、絶対音感持ち主だって、読んで知ってるの素晴らしい、素晴らしいよ、まあ、嬉しいね、こんなね、こんなね、いいね押しちゃったよ、いやもう、あのもういい、いいね、ビビっちゃうな、うん、そう、手めっちゃ長いんですよ、そう、二度でノーダンシングだよ、本当に長いでしょ、今日大人気でしたよ、本当に全体可愛いイラストにしたのがあって、可愛いと注目、え、それ見たいな、見たいな、携帯ケースだけど、そう、これはトムとジェリーのトム、でもね、ここにね銀色のねトム&ジェリーって書いちゃったやつが、ね、どっか行ったの、ちょっと誰か探してどこ行ったの、すっごい、だってこんな綺麗に撮れることある、こんな綺麗に撮れることないよ、こんかガーンってこう、なんかあの水戸黄門のさ、あの金のこういうこんなやつこれ貼ってあったの、ボトムジェリーってやつが、そう、なんか消えたの誰かどこ行ったか絶対みんな
携帯ケースまた可愛いなったら教えてください。サーギュアに現場戻ります。あ、頑張ってね、応援してます。トムの方、そう、ジェリーもあったんだけどトムにしました。青の可愛い、青の子可愛いって見たって。あもうね、あんまりね、私そういうこと言われないから嬉しいね。で、嬉しいけど、青っていうとね、高い千夏っていうね、可愛い子もいるんだよね。水色だけど。あー怖いね。どうかな。アーカイブ楽しみにしてる人で検索あって。なんで？ちょっと検索してみるか。本当だ、おっしゃったいいね。はあ、待ってすごい、私のえ、待って、似顔絵描いてくださってるじゃん。アップアップガールズ学校人気、可愛いと思って注目してた子が花リコーダー担当だった時の気持ちの処理の仕方求む、面白かったけど。仕方か、うん、あれマイクだったよな、うん、あれはマイクだったって思うこと。わかんない。そっか、そうだよね。でもさ、このね、珍しくね、もうこの人類の中ではすごく希少なね、ものにはなりますが、会社マンのことをね、ライブで見て、あ、この子いいなって思ってもらえる方がね、ほんとたまにいらっしゃるんですけどね、そこでね、いいなと思ってこうやって見てたら、急に鼻でリコーダー吹き始めたったらね、確かにびっくりするよね、のん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 。そこで結構、ふるいにかかってくると思うしね。8人素敵なメンバーが最後私の周りにはいっぱいいる中で、いや、おかしも可愛いなって思う人、多分これよ、こんなよ、こんなのにリコーダーが吹いてもっと震えにかかって、おこだってなるわけじゃん。そこをね、乗り越えてほしいよね。乗り越えてほしい。そこ。めっちゃ面白い。いやー、面白いな。確かに、いいねしちゃったから、ちょっとそれも困っちゃうか。そっか。受ける。だよな。いや、だから今こうやって配信を見てくださってる方、本当に勇者。勇者だよ、奇跡だよ。だってすごいよ、君たちよく梶島にたどり着いたねってことで。何もさ、やっぱメンバーが本当にね、よくさ、あんまり言うの恥ずかしいけど、全員すごい魅力的なメンバーが私たちのグループが揃ってんのよ。本当に8人、なんでこんなすごいメンバーばっか揃うんだろうっていうくらい、本当魅力的なメンバーが揃ってるわけ。8人って言ったら一番入っちゃった。あ、恥ずかしい。違った。すごい超魅力的みたいになっちゃった。違った。7人。すごい、その中で私はまずこのグループにね、在籍させていただけてることが奇跡だけど、
それでさ、そこで勝ち島見つけてくれるって相当すごいことよ。宝くじよ、宝くじ当たったようなもんです。魅力的で惹かれてきましたよ。だってマジですか、そんな。バナナ、バナナ、嘘、嬉しい。ありがとうございます。奇跡だ、世界遺産登録する。誰、ケノッチさんね。すいません、これケノッチさんねとか言ってるけど、私覚えられるか分かんないけど。覚えたい、覚えたい気持ちはね、すごいあるの。私記憶力が、嬉しい、ありがとうケノッチさん。やだ、もう優しいな。そっか、嬉しいな、本当に。なんかもう幸せをもらいすぎちゃってね。今日は正直ハッピーとか私たちの思いを届けようと思って日本武道館立たせていただいたけど、自分たちの出番が終わって帰ってきた時に、まあものすごいありがたいものをねもらって帰ってきちゃいました。それがな、絶対皆さんそのもらった分はちょっと返したいしね、ちゃんとこれからの梶島にかかってると思う。そのもらいっぱなしするのか、これちゃんとくれた方に返すか、もうここからはもう私の頑張り次第だから、みんなに、みんなにの力を借りちゃうことばっかりだと思うんだけど、頑張ります。秋田でたどり着きましたなんて、すごい。この間秋田で梶見つけちゃって、いやすごいって、本当すごいよ、宝くじ多分もう二度と当たんないと思うけど、いい。ありがとう、すごい嬉しい。あ、今日ありがとう、楽しかった。だってよかった、頑張って。あの景色は忘れないです、本当に。あれが何でも私の心にはずっとあります。奇跡だな。確かにアプガネギ見つけた時は 大発見感あったって、うわー嬉しいな。自信を持っていろんな方に私たちのグループ見てくださいって言えるもん、心強いメンバーと素敵なスタッフさんがね いるから、この私でも受け入れてくださる方々がさ、だからさ、そうですよ。じゃあ今からね、梶島彩が作曲した曲を流したいと思います。流したいだけじゃんってね。ちょっといい曲なんですよ。自分で作っておきながらですけど。がむしゃらに行きましょう。人生一度きりですからね。この曲が日本武道館で歌える日が来ると思わなかったな。嬉しい。この曲作った時はさ、自粛期間とかだったからさ、あ、自粛期間じゃないか、自粛前か。で、この曲を披露しようって思った時にコロナになっちゃって、できなかったんだよ、披露が。そうそう。発表する場所もなくなって、もうなくなっちゃうんじゃないかなって思ったもん。初めて曲を作ったけど。でもそんなずっこけから始まったこの曲が日本武道館で歌えるなんて思ってなかった。そう、この曲を披露、初披露する時のライブが中止になってるんですよ。そう、この曲にぴったりなスタートをしたのよ。
歌えて嬉しい。え、この曲配信で人気だったって本当？あ、聖子さん当たりだったかな。あ、そうなんです。これ私が作曲させていただいた曲なんです。この曲はね、私自分の中で何かアフガニキに貢献したいっていう気持ちだったりとか、みんなに届けたい思いっていうのを全力でぶつけて1年くらいかけて作った曲だったかな。すごい時間かかっちゃったんだけど、届けられたこう形にすることができてね。あ、でも鼻リコーダーで作ったようなもんですよ。でも本当に本当にアーリン、どんな匂いしましたかって。アーリンはね、香りはこう香水とかあんまりこう強い香りは面白いんだけど、なんだろう、もうオーラがピンクだった。アーリーの匂い嗅いだきゃよかったな、もっと確かに家事愛が溢れてる。あ、家事の愛、まあ、それ超えてたらいいな。2番の歌だし歌唱が多い。あー、確かに私1番歌わないからね歌わり少ないからいつかね、この時はまだコロナ禍になる前だったから、このラララをね、大合唱するのが夢なの。そうこのご時世が落ち着いたら一緒にラララって言うんだ。だからそのラララを言う人に、もしよかったら一緒になってくださいお願いします。いろんなことがあるけどね、人生ってさ。でもね、そう、この道未来は幸せになれるはずと信じて生きていきましょう、一緒にうん、はい、ということで「どの道ハッピー」聴いていただきました。この曲はサブスクだったり YouTube とかでも聴けますので、よかったら聴いてみてください。ちなみに MV はですね、ミュージックビデオ YouTube で上がってるものは、コロナ禍で、まあね、先ほども言っちゃったんですけど、あの披露ができなくてね、どうしようってなった時に全員がこう自粛期間の時だったから、全員が自分のカメラで家で動画を撮ってそれを切って貼った MV があるのでよかったらご覧くださいお願いしますその時私もあの髪だけ切りに行けなくて、すごい伸びてるんだけど、ちょっとそれ恥ずかしいから見てほしいかって言われたら分かんないんだけど、よかったら見てください他に見てほしいミュージックビデオいっぱいあるんだけどねめっちゃ髪伸びてる、恥ずかしいの笑顔の先には光があるので頑張ってね、笑顔ありがとうって。みんなから私は笑顔をもらっちゃいました、はい、私が次は届ける番ですね、頑張ります。次はまた新しい曲を作ったりとかしてね、新しいリコーダー買ったりとかして皆さんに届けられるよう、戻ってこれるよう頑張りますお笑いはみんな聞いてる暇なかったでしょって。そうデヘベロだ。ライブでまた会えるの楽しみにしてます。嬉しい、待ってます。そして会いに行きますありがとうてよっちゃん、ありがとう、嬉しいです。とっても痛いよ。カジーさん、ダンス激しくて昔のレニちゃんみたいってコメントをよく見ましたいやいや、レニさんは素晴らしいですからね、本当に2代目目指していきたいな
新しいの買うってことは古いの投げる。投げないよ、投げないようだ。いや嬉しいですね。頑張ります。すみません、長々と配信してしまいましたが、改めまして最後にね、告知だけしましょう。ですね、11月26日に念願のZEP東京でのワンマンライブがあります。アフガニキの中で一番大きい場所で、まだまだチケットあるんですけど、2000円からかな、チケット2000円、5000円っていう、この2種類があるんですよ。2000円の結構見えると思うから、よかったら来てほしいです。家事を支えに来てください。私本当にこんなこと言ってますけど、もう緊張してて少しでも皆さんにかっこいい姿をお見せしたいと思いますので、よかったら来てください。でこのショールームで買っていただくと、家事のサイン付きで3000かなになっておりますので、よかったら、また明日も配信しますので、その機会でも大丈夫なので、よかったらよろしくお願いします。そしてね、明日の夜中は、木曜ザナイトっていうアブマ TV の番組に出ますので、よろしくお願いします。その日いけない、ごめんね。ああ、そっかそっか、まあブルーレイもね発売するので、あ、今そう、クラウドファンディングを立ち上げてまして、ブルーレイ買えます。今ならそのブルーレイ買えるので、よかったらゲットしてみたいなことを言うの忘れていました。まあ行けなくても大丈夫だって、エールをねくれるだけでもね、家事は本当力になるんですよ。そりゃ急に来てって言われて、全員100人が100人で、ね、全員来れるって言って、そりゃそんなわけないもん。だって家事もさ、好きなライブあってもさ、行けない時いっぱいあるけど、行けた時にね、その楽しみにとっといてね、絶対必ずね行くっていう気持ちをね持ってね、いつも生きてるもん。だって行けないのごめんねっていうような、行きたかったってことや。で行きたかった方がもういっぱいあると思うよ。その方が一番辛いから、うちがまた届けに行けるように頑張るぞ。そうです、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、最後までご覧いただきありがとうございました。また明日もお会いしましょう。それではお手配着、せーの、以上です。この出会いに感謝、バイバーイ、また。